朝バトル。必ず仲良くしてると、この結果を呼びますよ。大概はジャン君の方の問題だと思うんですけど。ジャン君。なんか優しく舐めているうちに噛んじゃう癖、これ治りませんか？なんかね、舐めちゃうと噛むよね、ちゃんとね。なんかね、カシ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 ってやる猫は多いと思うんだけど、ガブっていくのはどうかと思うんだよね。ジャン君。ほら。そのタイミングだね。ここだ。あ、来た。そこで軽くカシカシカシってやるのよ。覚えましたか？カそシしカて、シしたことないね、そういえば。そうなのよ。結構最初からガブってくるなんだよね。ね、やり方が分かんないんだね、きっとね。ポンちゃん。そしてポンちゃんは本当に偉いのは、そんなことをされたのにまた来るんだよ、この人。そうでもない。ジャン君のこと好きだもんね、ポンちゃんね。ポンちゃん。ジャン君のこと大好き。ポンちゃん。ジャン君のこと大好き、ポンちゃんね。ポンちゃん。今日はジャン君お誕生日だよ、ポンちゃん。そうです。3月25日、ジャン君14歳のお誕生日です。おめでとう。だから今日は噛んでもしょうがないか。そういうこと。